終わり良ければ全てよしまあそれは一理歩いてますけども終わりが悪かったら全部台なしっていうねこともあるかもしれないですね裏を返すとでも最後はちょっと心に残るものがあったけどもでもおおむね良かったんじゃないのみたいなねまあそんな結末は悪かったけどもそれまでは良かったよねみたいなのも一定の納得感は得れるのかなと、うん、最後で逆転されたけどもいい試合だったなともう悔いはないよみたいなとことかね あと、明日のジョーっていうのは、最後ね、リキシがこう、勝つんですけども、ジョーは負けるんですよね。宿命の対決に。主人公が負けるわけですよ。でも、素晴らしいラストシーンだったんですよね。まあ、リキシが亡くなったのは残念だったんですけどね。でも、そっから明日のジョーが後編に向かって、カーロス・リビラとかね、それから、誰でしたっけ、ホセ・メンドーんに向かっていく。で、ホセ・メンドーん戦でも結局負けるんだけども、 世界チャンンピオンにももなならないんだけどもでも明日のやなななみたいなねそんな気がしますこのね角川の川上さんドワンゴかドワンゴの川上代表とあと NHK 党のね橘さんが対談してるのを見たんですけどもいやなんかねここまでね頭の良し悪しが違う人が会話をするとここまで噛み合わないのかと思ったらちょっと歯がゆかったですね。 いい対談になるのかなと思ったんですけどもあのドワンゴほどの会社の代表取締役をしてる人なんで賢いのかと思ったんですけども <laughs> 全然でしたね <laughs> こんな人がいろんな不正をして我が物顔でこの一定の権限を持ってると思うとねもうやらせないですねうんまあけど他にも何かあったんですよねきっとねなんかぼやんとしてるような方だったんですけども全然トークもさえがなくて 勘違いも多かったですしなんかねそのレジュメを持ってきてるんですよ。でそれに沿って話が脱線しないようにっていう風に話し始めてるのにこの人が脱線させまくって全然要点を得ないというね抽象論ばっかり言ってすぐに一般的にはみたいなね国会答弁みたいな感じだったですけどね、うん。これはあかんなと思いましたね。うん、でもまああの漁やすかったんでしょうね他の権力を持った人にしてみたら。 賢い人っていうのは、あの、警戒せざるを得ない人なんですよ、どっちかって言ったら。だから、賢い悪党に対しては、賢い善人が、ものすごくね、毒になるんですよね。自分の立場が危ういから。でも、あまり賢くない人が権限を持っていると、扱いやすいんですよね、これがね。だから、そこが垣間見えたんじゃないかなと思います。はい。まあ、ね何なんでしょうね。いってらっしゃい。